ぎゅ。食事の時間だ。ああ、待て、なぜ逃げる。食事を用意したと言っているだろうが。自分が食事にされる思ったやろな。てかイーツ、たかが餌やりに緊張感漂わせすぎや。俺は普通にやっただけだ。今ので普通や思ってたんか。こら重傷や。イーツンはもっと肩の力抜いて軽く生きなあかんよ。せいや、うちが軽さを象徴したええ挨拶教えたる。軽さを象徴した挨拶、そんなものがあるのか。事実ならぜひ習得したいものだ。その姿勢がすでに硬いんやけど、まあええわ。まず指の形をこうしてな、頭らへんにやって。ふんふん、人差し指と中指を立ててこうか。あ、イージス、なんかユナと話してたみたいだけど、どうかした？何かしら、いつになく緊張感をまとっているわ。行くぞ。クリース！どうだ？大変だ！イージスがどこかこんなか、なんか大変なものに侵されてるよ！敵がいるということね。カナタ、気をつけて。かえって緊張感が増しているじゃないか。ユナメ、また嘘をついたな。ちゃうわ、今のはイーツンの力量不足や。